はい、これで聞きますのでお願いします。そうですね、そうですね、はい、はい。でもあんまり気にならないです。基本的には後ろの音を聞いてる感じなので、マイクこっちが拾うから。はいたーい、こんにちは。はい、はい、今日も始まりました、本音ラジオ。7月16日土曜日、お天気はなんとなんと快晴です。晴れてる、パチパチパチ、ね、今日にぎやか、ね、今日ですね、とてもにぎやかですね。にぎやかですね。はい、今日ですね、素敵なゲストをお呼びしています、うん、はい、ではご紹介の前にですね、はい、本日もパーソナリティを務めさせていただきます、沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。よろしくお願いします。はい、パチパチパチ。そしてそして、はい、就活コーチ高安です。今日もお邪魔しております。頑張りましょう。はい、じゃ本日もミキサーでお世話になります。はい、キサラギ司です。どうぞよろしくお願いします。つかっちゃんパチパチ、つかっちゃん。そしてですね、今日岐阜県と東京都から2人ゲストが本音ラジオのために来ております。素晴らしい、パチパチパチ。はい、まずはよろしくお願いします。自己紹介お願いします。どうも、東京都から来ました、もうさっちゃんの大親友、ユッキーです。よろしくお願いします。ユッキー。ユッキー。そしてそして、私の親友でもある高代です。岐阜から来ました。めっちゃ緊張してます。よろしくお願いします。メンソーレ高代。はい、ようこそ沖縄へ。はい、なんですけども、お二人さん感想聞いて聞きたいんですけど、はい、沖縄来てまず思ったことは。沖縄圧がすごいですよね。圧がすごい。何の圧。沖縄圧がやっぱり。もう空港から。え、何ですか、聞こえないです。空港から来た時に沖縄なんですか、はいはい、沖縄にもう空港に沖縄に来てまず思ったことは。めっちゃ聞こえた。はい、いや沖縄来てやっぱりなんか全然日本なのに日本じゃないみたいな
気圧があってめちゃめちゃなんかテンション上がりましたね。メンソーレ沖縄それ言いたいだけじゃない、はい、めっちゃエコー聞いてたこれが本当の本音なんだ、ね、ああ、はい、これが本当の本音なんだな。暑いですかやっぱり。いや暑いですね、やっぱり東京も、うん、多分岐阜もすごい暑いけど、うん、やっぱ沖縄らしい暑さがやっぱまた別地の暑さがあるよね。あパワーが違うわ。熱風熱風熱風なんか、ね、まあ、ね、そうなんだ、まあ、今昼はね確かにちょっと熱風ムシムシする感じ、風が暑いってことですかね。そうそう、もうシンガポールと同じ風なんですよ。シンガポール出ました、ワードが出ましたね今ね早速ですね。そうなんですよ、今日のテーマですね、お二人さん、揃ってですね、なんと海外経験があるという形で、うん、本日のテーマは、うん、海外なんですけども、はい、皆さん一度は海外に行きたい、あるいは一度は留学に行きたいっていうね、うんうんうん、リスナーの皆さんもいますし、と結構ね行きたいんだけどなかなか踏み出せないっていう人は多いと思うんですよね、はい、うんうんうん、そういう人のために、そうですね、うん、子どもたちに留学させたいっていう親御さんもいると思いますので、うんうん、今日は素敵なゲストお二人さんに意見を聞いてですね、うんうん、本音ラジオ楽しんで行ってほしいと思います。はい、大丈夫ですか。まあ、大丈夫あれ大丈夫ですか、ね、なんか飛んだ押したな打ち合わせの時全然違うよ本当だよ、さっきノリノリだったやばいなノリノリだった、いいよそんな無責任に言って大丈夫いいよ何でも聞いてください、ね、海外のプロフェッショナルですから、ね、まずですね、来た2人さんですね、まずまあ、自己紹介、はいはいはい、してきてほしいんですけど、さっき名前だけだったんですけど、どんなことしたのかなっていう形で、私、東京在住のユッキーさんですけども、はい、まあ、今上野に住んでまして、うんうん、もう上野を歩いてると本当に半分日本人、うん、半分外人みたいな、そうなんだ、上野もそうなんだ、そうなんですよ、もうめちゃくちゃ、まあ、多分中国人が多分メインだと思うんですけど、そうそうそう、まあ、それ以外にもなんかよくわかんないなんかアラブ系の人とか、トルコイランの人とか、なんかコンビニとか入るとなんかサンクス系サークル系は大体なんか黒人の人がいっぱい働いてる、なるほど、めっちゃお料理上手な日本語で、あ、なんかわかる気がするそうなんですね、と外人が多いところに住んでるですけども、実際に今働いてるのもまあドイツの会社で働いてますんで、ドイツの会社、ドイツに本社がある会社、そうですそうですね、この日本法人、日本支店で働いている形で、はい、素晴らしい、ということは英語も使われる、英語使っちゃいますね、ドイツ語も、いやいや、なんですかそのだってドイツ聞きました、はい、うん、ドイツ語も実際そうですね、まあ、社長っていうかヘッドクォーターとか、うんうん、ドイツ人ばっかり占められてるから、うん、まあ、ちょっと挨拶ぐらいは喋りますけど、グーテンモルゲン、グーテンタークみたいな、どう出たダンキュシュンぐらいは、こんちゃんありがとうぐらいのねそうそうそう、儲かりまっかぐらいの、儲かりまっかぐらいの実際はまあ向こうも英語ほとんど使えるんですよね、なんか勉強してなくても喋れるみたいな、そうそう、なんか似てるっつうかね、なんかそういう文化なのか、うんうん、だから日本人もテレビ見てると何となく関西弁喋れる人いるじゃないですか、あ、いますね、ああいう俺かな今なんか思いましたね、なんちゃって関西弁みたいな、そうそう、そういう感じだから英語は普通に喋れるみたいで、だからまあいいな、それで助かってますね、ドイツ語覚えなくてもできるってことね、なるほど、ドイツの会社で、はい、はいはい、まあ働いてるのは人形町なんで非常に和のところテイストやってますけど、ね、ゆうきさんですね、はい、そしてそして高代さん、私高代は何してる人なの、うん、私は今親友つったのに本当だよ、ね、親友だけでもっと知りたいからな、ね、なるほど、なるほど、分かった、最近転職したからね、はい、そうだから最近転職して、うん、タオルの商社で働いてて、うん、メーカーとかが海外にあるので、なのでそういうことのやり取りして、いつ納入するかとか、はいはいはい、あといつ製造してもらうのかっていうやり取りをして、うん、で、まあ、メーカーとのやり取りは全部英語なので、英語でメールとか、あと契約書とか、どういうあのジブリの商品使ったりとかするので、そういう、そうそうです、あの商品 の、うん、あの商標の話とか、うん、あのそういう著作権の問題とかを全部契約書で書いて、うん、そうです、そういうのとかを、お客さんってじゃあどんなところ、すごいんですけど、お客さんは、うん、卸なので、うんうん、デパート、百貨店、結構日本の百貨店なんですけど、ね、今からはあの海外にも売っていこうってことで、今度8月に、インドネシア、はい、ベトナム、はい、あとフィリピンに行って営業活動していこうって
ってことで営業活動、はい、マジで、ね、あの今調べててどこのデパートに下ろそうかっていう話で、すごい進んでて、あと韓国にも9月に出張行くつもりなので行く予定でも発見もして、世界を股にかけてます ね、そうです、もう 今必死でやってます。マジですか。マジです。8割観光で8割本当ですよね。観光したいけど、接待とかしますよ。ちゃんと仕事はしてるんですよね。バッチリ。ああ、よかった。よかったです。じゃあ、フィリピン、フィリピンの百貨店に卸すというのは、アヤラとかシューマートとかそういうところにあるあ。ごめんなさい、まだ調べきれてないんで。あの、そこのマイナーの話はちょっとリスナーさん伝わるようにしてもらっていいですか。マイナー言われちゃった。専門の話。すいませんね。どこですか、そこ。本当だね。それ一番大きい財閥があるんで。はい、すいません。じゃあ、後で詳しく聞きます。マニアックすみません。っていうわけなんですけども、うんうんうん、この二方強力ですよね。めっちゃパワーありますね。聞くだけで、ね、ここまで聞くだけで、うん、でもパワーがあるから県外に行け、あ、県外じゃない、海外に行けたんだ。ちっちゃいな俺。県外な感じですけどね。急にそこが一個のハードルやから。あ、そうかそうか。確かに、だからもともとなんでそこに、いや、足を踏み入れようかとか思ったのかっていうのも後で聞かせてもらいたいなと思いますので、とっかかりの部分ね、今だからこそこうすごいアクティブにやってるのか、もともとアクティブだったのかっていうところもね、あ、聞きたいな、もともとネガティブだったけどみたいな、スイッチで誰かにスイッチ押されて明るくなったとかあるんですか。あ、なんかもう完全にそういう方向で話すようなプレッシャー。いやいやいや、別に作らなくていいけど違うんだったら違うって言って、まあでもそれに近い、それに近いっていうか、基本的にでもみんなそういう感じになると思いますよ。初めはやっぱりね、みんなおっかなびっくりでっていうのは多分一緒だから、やっぱ怖かったんだ。やっぱ怖いの二人も。めちゃくちゃ怖かったっすよ。平気で行ったわけじゃないから。いや、そうですね。いや、初めに出る瞬間は、国から出る瞬間は、行ってくるぜ、あばよみたいな、へいって感じで行ったんですけど、だん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 現地に近づいていったりして、なんかこう、イミグレとか行くと、ああ、こんならよかった。後悔がやっぱりそこにはついてくる。意外、私、行って1週間泣き続けたとか、ホームシックで、もう、向こうでも寂しくて、絶対ホームシックになる時ありますよね。なっちゃうんだね、この、こんなお二人でも。強く、昔はやっぱウブでしたから、昔はね、それを乗り越えてですか。なるほどね、ある程度一線越えたらもうそんなのなくなってきます。そう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 、乗り越える何かはあるの、きっかけ的な。いや、もうへこむだけへこむみたいな。え、いいんだ、へこんでも。いや、もういいでしょう。いいこと。へこんで逆ギレしないと、だってもう成長しなくない。逆ギレしていいのね。ちくしょうみたいになんない。もうどうでもいいやみたいな。なるほどなるほど。へこんだってもどうでもいいってなりますよね。そう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 、もうへこめれないから。そうだね、下まで行っちゃえばね。そうそうそう、まだもうピヨーンってこう跳ねる、上がるしかないみたいな感じかな。めっちゃいい。そうか、今から行こうかな。全然なんか高江さんが影響をもらってます。面白そうじゃない。でもね、ちょっと落ち込むの得意だしね、俺。一番あれですね、僕、跳ね上がりがありますと言って、伸びしろやかもしれないですね。どうでしょうか。ここまで聞くとね、でも親御さん、やっぱ怖いんだとか、いろいろと思っちゃうかもしれないね。特に今だと、ちょっと別のね、次元で、ちょっとまあ危険度が増したりっていう考える人もちょっと出てるかもしれないけどもね。まあ、場所をね、まあ、気をつけながらしてみたいな。そうですね、こういう危険な情報とか入るじゃないですか、海外で、外務省から来るからね。はい、こういう時って、やっぱ子どもたちを安全なところに行かせたいって時は、めっちゃ調べてました。いや、さすがに外務省の渡航安全先のリストみたいなのが危険度1から4まであるやつがあるんですけど、あるらしいですよ。そういうレベルまでは多分さすがに親も自分も調べてなかったし、一般的にそれ以上のイメージはね、あまりにもこう発展途上国で、ちょっとあまりにも生活水準が低すぎるとか、衛生観念がないとこだったり、あとはもっと本当中東とかイラクとかアフガニスタンとかも、もともともリアルタイムでドンパチやってるとことかは、まあもちろん除くっていうのはあったんだけど、まあ基本的にはそのぐらいだったよね。オーストラリアなんか全然って感じで、不問って感じ。そうなんです、その3人のつながりが、そうオーストラリア、オーストラリアで一つ屋根の下でね、そうです、住んで一つやりました。どっかのドラマだな。一つ、ふすまの裏であなた住んでました。ふすま、屏風の裏みたいな。本当にね、プライベートなかったですよね。上空いてたからね。公開生活みたいな感じやってましたよね。本当に内緒の話ができない。リビングに住んでたもんね。リビングに住んでた。ルームシェアしたんですよ。ルームシェアしたそうです。あれが初めての、確かにシェアでしたね。あれ初めてでした。
何回かありました。いや俺僕にとっては2回目ですね。すごいね、うん、でもあんな区切り方したら初めてですよ。 3LDK に10人で住むってことは初めて。はっ本当に本当にその時のあの、まあ、ボスだったんです。そうそうそう、寮長やって寮長、はい、そうそうそう。 3LDK 何名って 10人とかマックスで11人ぐらいいて。しかも海外の方も入ってるんですよ、うん、普通に。日本人だけじゃなくて。じゃないですよね。はあ、多い方ですよね、3人いるっていうのは。うん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 、日本、いや、まあ、そうそうだね、多い方だよね、うん。それ普通なの？普通です。その携帯とかも教えてください。オーストラリアそうですね、オーストラリアだと、うん、まあ、あの一般的にワーキングホリデーとかで留学する、うん、あの駐在でして行ってるような人じゃない場合は、うん、ワーホリとかで行ってる、まあ、若手の人とかっていう人、うん、フリーで行ってる人は大体、まあ、ルームシェアっていう形で、うんうんうん、あの都心のですね、うん、サービスアパートメントに住むんですよね、うんうん、まあ、そこの大家は、まあ、いろんなあの怪しい香港人が天体でやってたりいろいろあるんですけど。そうそう、香港人二人組、そうそうそう、怪しかったやっぱり。怪しかった、怪しかった、ちょっとちょっとね。いつも汗かいてる人、ね、いつだってになんかいないですね。いつもいない、いないから俺がしょうがないから代わりにやってる。ああなるほど、社長かっこよすぎる。そうそう、そういう人たちは基本的に 3LDK で大体推奨としては4人から6人用の1階用なんですけど、もうそんなこと聞く耳なんかなくて、2段ベッドをこうボーンと2つ1部屋に入れて、でマスタールーム男用、セカンドルーム女用みたいな感じで4-4で住めるように。はあ、男女ミックスなんですよね。やばくないですか今の。それで5万円ぐらいでした。4万円ぐらいだったね。家賃が 4万円ぐらい。ぼったくってんな。そうそうそう、そうだから40万ぐらい入ってたけどね。そいつらにはね。そいつらにはね。香港人2人組に。でもほったらかしだから自分で管理したっていう。そう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 、たまに来るときに米だけ持ってくるんで。まあありがとう。あ、わかる、米大好きなんですよ。そうそう、フリーライスが売りのアパートだったんですね。知らないんですよね。そう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 、そこで何をしてたのそこで。じゃあまあそこでみんなお料理をやってなんかこう、まあ、お酒を飲んだり、はいはい、もう朝なんてね、うちあのプライベート長一番家賃が安いあの部屋なんで3万円以下ぐらいだからリビングルーム今マスターとセカンドに4人4人で住めるんですけど、こうリビングルームが結構10畳ぐらいのがあるんで、そこもそれだけだともったいないということでもったいない、こう屏風みたいなの持ってきてこうでこう使えるスペース、ね、はい、パーテーション作ってさらに2人をこう済ませて、スプリングベッドもそのまんまダイレクトに置いて、さすがにそこはあの申し訳ないからちょっと安くしとくと。安くでしょ、そう6割ぐらいのお金なんですけど。そう、女の子なかったですね。あそこに女の子はね、いやベトナム人の子が1人いたんだけど君がそれに次いで2人目の女の子。あとは基本ずっと男性がいて、私は全然あのあっち好きだったんですよ。そうね、そこにいた女の子はむしろ快適だって言ってたから、まあ、そういう人しか選ばねえからあんだけ、無理無理。その中でも変人だったかもね。そうね、でいつも高代が朝なった、さっちゃん起こしやった丸聞こえだから丸聞こえんだよ、もうこれ必要あるかぐらい目隠しだけ、さっちゃん起きてるみたいなね。ぶっちゃけ屏風の間から見えるっしょ。あ、まあ、見えてる見えてる見えてたよ、うん、見えないふりしてたけど着替えとかマジ、うん、ね、か後ろ向くぐらいで関係ないですよね。めっちゃウケるわ。ちょっと待って、ここまで聞いたら絶対親御さんイカさんって。いやそれは普通の、まあ、男用のね、どうしてもお金格安がいい男用のところに無理やり入ってきたんです。無理やり自主的に入ってきたんだもんね。ここに入れてください、ここがいいです、むしろ安いところがいい。そうなんですよ。本当にいろんなことがあったんでね。いろいろあったね、面白くて、あなたの言えないエピソードがいろいろありますよ、本当に。本音ラジオでも言えないエピソードがあるの。ギリギリのギリギリのやつが、まあ、でもそれそういうことができるのも海外なんで。そっかそっか、本当にその通りだね。本当ですね、いい意味で無法地帯ですよね。はっちゃける自分を自覚できるのかね、そういったところってね。そうですね、あここまでやっていいんだとか、そうそう、やっぱり日本の中だとセーブしてるところも、うんうんうん、そうですね、はい、そういう周りの目もないし、うん、今までの自分がこうだったからなんかどうのこうのってやっぱ考えたりすることあるじゃないですか、うん、今後のこととか人間関係とか、うん、まあ、親とかね、うん、そういう、まあ、外周の目が全くないから、うん、そういう意味でなんかこうなんですね、本当にまあ大学デビューのもっとすごい海外デビューで、あー伝わりやすい、別の自分の人格をなんかインストールできるみたいなイメージはありますかね。なるほど、うん、確かに。てか逆にそのぐらい気合を入れてやった方が面白いし、今までの通りで何にもうまくいかないからね、 うまくいかないですね、切り替えが必要っていう意味でも、確かに、うん、こっちで日本でやってることを向こうでやっても
ダメ、うん、全然、うん、それで悩んでホームシックになったりとかするんですよ。そうそうそう、全くするじゃないですか。あ、なるほどね。そうかそうか。日本であの素晴らしいって言われることをやってるといじめられるとかね、うん、そうなっちゃうから、いじめられる。逆に、そうそうそう、通じない時ありますよ。通じないんだ。そうそう、本当にそう、恨める時とか。ぶっ飛んだ方がいい。そうですね、落ち込んで、まあ、なんでだなんでだで落ち込んでぶっ飛ぶ。そう、あげる、あげる。結局合わせていった感じ。結局いろんなことあったんですけど、やっぱりでも絶対言ってよかったと思います。あ、もう間違いなく。おお、今大きい声で言ってくれたね。あ、本当にもうなんかね、ちょっとなんかサッカー留学でバイエルン行ってましたみたいな。分かりにくくてすみません。なんていうかな、高津くんをやってる人は分かるんだけど、はい、いやちょっとサッカーもやらないんで分からない。高津くんってゲームじゃないですか。そう、やっぱもうなんかなんつうかね、能力が跳ね上がるっていう言い方していいのか分かんないけど、うん、なんか自分の中に何かが本当に開くっていうね、うん、本当になんかパッて開いて、今まで思わなかったことも思うように感じたりとか、なんか感性が広がるっていうか、本当にそれはあるので、本当今まで街の地図とか市の地図しか見てなかったのが、うん、日本地図とか世界地図で見える。あ、すごい、スケールが変わるんだね。そうですね、そういう感じしますね。確かに、本当によかった。しかもこれ本当に頭の中で考えたりね、テレビ見たり勉強しててもダメなんだよね。本当にそこに飛び込んで、まあ、良くも悪くもいろいろ経験したり感じたり、ボロボロにならないとなんか破れないんですよね、そういう感じが。遠慮しちゃって、日本人は特に。あ、本当に深いっすね。なんだ、世界ってこんなのありなんだ、マジか、俺今まで何やってたんだろうって、ね、あ、バカみたいってなって、何してたんだみたいな、まあ、あんまそのまんま日本帰ったらいけないのかもしれないけどね。そうだよね。そう、帰ってくるときそこで悩むね。そうそうそう、そう、ね、逆カルチャーショックって、そうかそうか。海外のところはね、検閲のところでね、ちょっと、うん、もうちょっと、ね、本当は修正してある程度戻さなきゃいけないかもしれないけど、そうそうそう、そのままで行っちゃう人もいる気がするから。そうそうそう、馴染めない人とかもいるかもしれないですね。面白いな、行きたくなるよね、こういうの聞いてるとね。海さんがね、あの、目がキラキラしてる。そうそうそう、じゃ絶対でも本当行けるならカメラ目線、高橋さん目覚めちゃってる、本当に。今なんかすごいガチの目になってきた。わかりやすい。目がキラキラしてきた。キラキラします。いいですよね。本当、でも本当余裕が、時間というかね、いろんな状況が許すなら、3ヶ月はちょっと短いけど、まあでも3ヶ月ぐらいから半年ぐらいで十分なんで、一回やっぱね海外経験するとすごいなんかね、ブレイクスルーできますよ多分ね。だから日本だけにいるのもったいないと思うな、もったいない。今あんまり日本がそんなにいい感じじゃないんでね、やっぱ元気じゃない感じ。そうですね、そうか、つまんなくなってきちゃってるから。それこそまあ極端に言えば、オーストラリアはオーストラリアの何もない自由活発な、まあ本当は自然むき出しっていう楽しさがあるし、東南アジアは東南アジアですごい勢いで発達してきて、もうなんかやったらやっただけなんか面白いことが起こるとかっていう経験ができた。1970年代の日本だみたいな風に、例えばジャカルタみたいな言われてるし、面白い、発展途上だから、そういう経験をね、やっぱりリアルです。今日本じゃしにくいなら、ちょっと他行くっていうのは、飽和状態に近いのかね、日本は ね、 うね、もうね、ある程度何でも揃ってしまって、もう国として壮年期になっちゃってるって感じがするから、もうあんまはしゃぐこともないと。まあそろそろちょっとなんか絵を描き始めようとか、お灸をやろうとか、そういう年代に入りつつあるわけですよ。もうちょっとワインとかいいかなみたいなになっちゃってるから、もうちょっとクラフトコーデみたいな。面白いでしょ。面白い、例え上手いね。例え上手いんですよ。さすがだな、営業ですから。はい、ありがとうございます。営業マンだけはね。そうですね、なんですけどね、高代ちゃんは、いや、高代はでしょ、でしょ、ちゃんつけなくていいよ。そうですね、ちゃんつけたんだろうな。海外行って自分ここちょっと、あ、違くなったな、成長できたなとか、変わったかもみたいな。ねえ、もう人と喋れるようになったみたいな。大きい大きい。本当に大事ですね。結構うちうちだったの。うちうちのクラスでいうと、ちょっと端っこにいるようなタイプの子で、英語喋るのっていうクラスメートから思われるようなタイプだったのに、急に海外行きたいってなって、へー、急になんか英語が喋れたらかっこいいなって思って、で海外行こうってなって、最初は1週間だけ行って、そしたら楽しいじゃんって。すごい行動力だね。そっからやっぱお金貯めて海外行きたいなと思って。一回ちょっとお試しで行って見せられたみたいな。あ、そうそうそう、一、まあ、回どころじゃないんだけど。あ、そう、そう、何回か行ったんだ。そう、1週間1週間1ヶ月って言って、あ、そう、ちょっとずつ期間を伸ばしていって、いいですね。で最終的に 1年行って、楽しいじゃんってなって、でそこからやめられなくなって、で半年と1ヶ月とって、また繰り返しながら
と。すごい。どっぷりと。だからもう、そうだから最初は本当に喋れないし、やっぱ日本人らしさが出て、シャイで、確かに。うんうんっていつもうなずいて、確かに。そう喋ってたんだけど、もう今は普通に、もう自分からハグみたいな、そんな感じになったのが一番成長かな。そんなに変わるんだ。うん、変わる変わるって感じです。やっぱちょっとずつっていうのもありなんだろうね、きっとね。一気に行くのがやっぱ勇気が出ない人は。うんうんうん、まあでも金銭的に言うと1週間の方が一番高い、うんうん、あ、そうだね、教えてください。なんでですか。え、なんでなんだろう。んだなんか航空券とかそういうのを考えると、あ、まあ、一番高いってのは総額が高いんじゃなくて、うん、割が高いっていう意味だと思う、うん、総額はやっぱり1年の方が高いですけど、うん、そりゃそうだな。でもなんかそうですね、だって1ヶ月行った時も、うん、まあ、大体30万ぐらいなんですけど、うん、1週間行っても30万ぐらいだし、そうなんだ。航空券とホテルとか、 なんか、まあね、旅行会社さんとか通すとやっぱりそういう手間ちじゃないけど、そうそうそう、そこであの月12万ぐらいの、まあ、1人とか2人とかのコンドミニアム当てがわれちゃったりして中途半端にね、ちょっとアクセスのある、あ、 それだったらやっぱ、まあ、10人のシェアどうかと思うけど3万5千円ぐらいで月ね住める家の方がそれだけで8万浮いたりとか、うん、設定がちょっとね違うんで、うん、割高にはなるかな。そう、行くとしたら本当はまあ3ヶ月とかの方が一番、うんうんうん、ちょうどいい、なんだろう、そうちょうどいい、踏み落としやすいとかああいうのもあるのかな。うん、したら学生のタイミング一番いいんじゃないですか。ね、あ、もういいと思う、ね、夏休みとか春休みとか多分長期で、うん、大学生とかもね、うん、実際だって1ヶ月2ヶ月だけの単位で来てる大学生の人も いたし、まあ、オーストラリアは少なかったけど、うん、その後フィリピンも僕行ったんですよ、留学で。あ、どうでした。そうじゃん、行ってたね。セブでね、結構ね、みんな、はい、英語留学をしてきて、はい、学生が半分以上だったね。あ、そうなんだ。みんな20歳とか21とか、もうゆとりがいっぱいいて。どうでした。もうゆとりが大量だなって、はい、いやゆとりが大量だったらどんな現象なんですか。いや、もうなんか、うん、カオスですよね、本当に。みんな好き勝手やって、好き勝手やって、もうみんなパーティーピーとかパーティーピーパーティーピー、もう上下関係なし、もう前後左右なしみたいな、え、UK みたいな、うわー、すごいな。でもそれができるのも海外の良さ。そうそうそう、日本だとありえないですよ、ゆくさん先輩。そう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 、もう星座だからね、そんな失礼なこと。ゆきさんもなんか割り切ってるな。海外だったらこう、うん、日本だったら星座。割り切ってる人、まあ、そう、合わせてるって意味でね、うん、合わせないといけないから、うん、俺はいいんだ、どっちでも好きでもいいんだけどね、どっちでもいいんだけど、そうですね。だから学生 あのやっぱ留学としてやっぱすごい安いのね。フィリピンなんかだと、うん、寮とか1日5時間ぐらいのマンツーマン先生とのね、うんうん、マンツーマンの講座とか含めてビザとか全部含めて、まあ、その時は円高だったからっていうのもあったと思うんだけど、大体、うん、10万から12万ぐらい、うん、渡航費含めても18万ぐらいで全部1ヶ月できるんですよ。めっちゃ安い。安いでしょ、うん、多分1ヶ月同じフルでね学校行ってたらオーストラリアだったら40万ぐらいいっちゃうんだけど、するとも行かなくても、でも、うん、倍ぐらいすると思うけど、30はすると思う、11、8万ぐらいでいけるってことで、うん、あとまあ1ヶ月単位からあるっていうことで、やっぱり学生が最後に就職前に行くとか、うん、ちょっとあの冬休み暇だからちょっと練習に行くとか、めっちゃいいね、うん、でもみんなも毎週はもうあれだよ、もうパラワン行ったり何なんだそれ。もうあのそういうね、あのホワイトビーチって世界遺産になっているようなビーチがあったりとか、エルニド島っていうようなね、あの海中に国立公園があったりするような、そういうすごいね、かっこいい、手つかずのこう神秘的なそういう世界遺産の自然がいっぱいあるわけですよ。そういう、まあ、要はそういうところに、まあ、バカンス&飲みに行ってるみたいな、うん、安いから安いから、そうそうそう、国内線で飛んでね、毎週末は旅行に、そっちがまあメインの人もいると思うけど、スキューバダイビングしたりジンベエザメ一緒に泳いできたり、沖縄でもできますけどもそうですね、確かに確かにそうだね、学生のうちは本当にね、いろいろと制度もあるので、うん、ぜひ活用してほしいよね。あの、そうですね、県が補助したり大学が補助したりってあるわけだから、うん、これ使わない手はないね、うん、今のこんな体験ができるっていうことであれば、うん、はいはいはい、やっぱり手を借りて、うん、いろんな手段を使っていってほしいなと思うんですよね。英語力だけで言っても本当にむちゃくちゃ伸びますからね、やっぱね、うん、現地の人と喋るだけで、うん、日本がやっぱり厳しいのはやっぱり、はい、喋る機会がやっぱ日本国内だとないっていうか、うん、そうですね、なんですけども、もうね、はい、いっぱい海外の話を聞かせていただきました。ここでですね、ゆうきさん、はい、曲リクエスト曲流してです、ね、あ、いいですか、すいません、はい、
ちょっと僭越ながら、行きましょう。私の愛するリンキンパークのですね、2011年リリースされた、リリースされた、あ、いや、すみません、あのトランスフォーマー3 のメインテーマでもあったですね、リンキンパークの、イリディセントっていう曲をちょっと皆さんに聴いていただければなと思います。聴いてください、はい、お願いします。どうぞ。グッジョブです。グッジョブ、楽しいですね。上手。楽しいですね。時々マイクが通るだけどね。マイクのこと言ってた。そう、マイクのこと言ってたんだよね。そういうことね。どんな？これで聞こえると聞こえちゃうから聞こえてるのかなと思うんだけど、こっちの方がちょっとでかいし、ハウリすぎるかなと思って。そんな感じです。こっちに近づいてる。あ、そうか。じゃあもうちょっとガンガン近づいてやる。はい、わかりました。楽しいです。あ、ちょっとでも緊張する。でもやっぱ買ってわかんない。楽しそうな。さっきの顔と違うもんね。プロの顔になっちゃう。めっちゃくる。はあ。でもね、話面白いですよね。面白い。すごいですよね。エネルギー系10名受ける。あれが思ったら貴重ですか。あれないよ。だって私前住んでたのないんだ。うん、だって5人ぐらいだもん。5人、6人も多いね。間取りによるんだから。5人か6人も普通なの。あれが初めてだ。だってあれ、あんなに住むのないよ。うん、俺も一回8人のところ見学した時見たけど、あんまりなかったよね。11人くらいだもんね。めちゃくちゃあったよ。一番多かったぐらいだ。あたしが帰ってから増えた、また。だってリビング、あたしさっちゃんだけだと思う。うん、リビングは、その後オーストラリア人が来たんだよ。いたガタイやつ。ガタイ。ちょっと臭いやつ。かなり臭いやつ。かなり臭い。そういうのもあるあるなんですよね。そうか。オージーでしたよね。オージー。違う。オージーのなんかね、32歳だったんですけど、僕の1個上で。確かに。この年まで、あの、コーラしか飲んでもない、お酒飲んだことがないとかいう、いわゆるギークっていうオタク系の、やたら機械系に強い人で。ギーク。ギークなんだよね。一緒に掃除しませんでした、みんなで。そう超覚えてる。面白そうやな。彼が会ってずっといて、その後。あ、そうなんだ。なんでオーストラリア人でシドニーの近くに家があるのにここ住んでんだろう。確かに。そんな10人とか住まなくてもな。寂しかったじゃん。今日あの見てる人多いっすよ。やっぱり聞きたかったんじゃない。海外。あ、本当。あ、なんかコメントみたいなのとか来たりとかってある。まだ来てないっすね、こんな感じで。でも見てる人めっちゃありがたい。まあでもちょっとね、これ実際沖縄の人とか興味ある人もいいんじゃない。だって実際多かったもんね、沖縄の人ね。沖縄の方多かったですか。あ、そうなんだ。私はさっちゃんぐらいかな。ゆきさんもいたかな、さちかとかね。もうじゃあ、まあ、まあ俺も言うても4人で、1、2、3、君入れてあと2人しかいなかったけど、でも5人いたら多いかな。おい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 お
後半じゃ広告と、あ、広告先やる？スポンサー忘れそうな気がするんですよ盛り上がっちゃってなんかでも間にいると変な感じしない？じゃあ後でもう 何分ぐらいになったらいいますか？もうそろそろ CM 行きます？そうですね、はい、じゃあ CM 行きます。なまってない方ですか？最初なんでまだなまってない方です。ナレーション、なまってるやつがやばいわけ。なまってるやつは2つ目なんで。でもちゃんと営業の声って感じ、なんかいつもの声じゃない、うん、どういうこと？いや面白い。こういうケースはアリーレ法律事務所アリーレ声の声どうこそ知ってる？アリーレ法律事務所何だっけ あれ、うん、いや東京でやってる、東京でやってる、うん、CM でやってるよ、なんか公民館でお金を取られすぎた場合の、そうそう、最後でなしよ。あ、取り返しますみたいな。はい、残り20秒で CM 開けます。あ、まださっちゃんの声、なんかこんな撮ったんだと思って恥ずかしいね。じゃあ海外で後半も、じゃあ音楽からいきます。じゃあマイク上げます。はい、後半も始まりました、はいはい、骨ラジオ、はい、今日のテーマは、はいはい、海外今日のテーマは
海外これだったのね。ジングルが、はい、何の目くばせかと思ってゲストはですね、はい、岐阜県からお越しの横山孝代さんと、そして東京からお越しの稲垣ゆきです。稲垣ゆきさん、自分で言うんだ私は、ね、しかもフルネームっていうのはゆきです。なんですけど、初のラジオどんなですか、楽しいですか。いや楽しいですね、よかった癖になっちゃいそう、いいですよ、待ってますよ、嬉しいですよね、毎週来ます、毎週来てください本当に高橋さんのその、はい、海外の大使のイメージがあったと思うんですけど、うんうんうん、今お二人の話聞いてなんか、そうだね、はっちゃけるっていうのがね、やっぱりその今まで自分の中でやっぱりセーブしたところはあると思うので、うんうんうん、はっちゃけてみたいね。高橋さんはっちゃけたらめっちゃ楽しい、やばいと思うよ今までやったことのやつがはっちゃけるとやばいと思うね、相当溜まってるからね、うん、相当俺らの日じゃないと思う、うん、そうだねもう帰ってこれないんじゃないかあ、かも移住いいかも ね, ねそれをちょっと夢としてあるかな片道チケットね。たまにいますよね、もうハマって海外に、うんうん、あ、そうですね、ずっとビザを取るために必死に、そうですね、あのフィアンセとか探して、あ、そうですね、ちょっとなんか目的が変わってきたりとかね、うん、どっぷり、うん、そうですね、沈没っていうんですけどね、あ、沈没って言うんですね、はい、東南アジアとか海外に沈没する日本人がよく、あー、はい、なるほどね、多分それ系だねもう帰ってくる気ない、ね、はい、さすが、なんか寮長とかしてしきってしきって一、うん、人一人入れたら50ドルみたいなってキックバックの約束になってやるわけですいいね見えてきたらビジネスだろうかななんですけど、いっぱいいろいろ海外経験だから楽しかったこととかいっぱいあるんですけど、もうリスナーさんに伝えたい楽しかったことあります、あのっちの光景が忘れきれないとか、あっちで出会った人がもう印象的とか、うん、あの出会いが最高だったとかあれば教えてください、はいはい、国はどこでもいいんですか、国もどこでもいいです、はあ、まあちょっとそう、まあ、あのなんですかね、あんま一般的な、話じゃなくて、僕は本当すごい個別のあれになっちゃうんですけど、まあ、インドネシアで1年半ぐらい働いてたんですよね、うん、私はその後、でやっぱインドネシアはやっぱすごい日本が好きなんですよ、はい、まあ、国、そうですね、国としても結構、まあ、あの親日で仲良くしてるし、インドネシア人も日本人大好きなんですよね、お、うん、まあうん、まあ、それはもう本当 の, あのなんていうか、ね、人間性的な魅力とか、うん、まあ、あのいろんな意味でおしゃれとかルックスの良さとかね、うん、っていうのもあるし、まあ、あの社会的信頼性があるとかお金を持ってるとかね、うん、あの日本の会社はすごいとか、うん、インドネシアでもあの9割以上がトヨタの車なんです、あ、トヨタっていうか日本系の車、うん、日系の車、9割で、はモーターサイクルもいっぱいあるんですけど、99% が日本製なんですよね、もうほとんど日本のものを使って移動してるっていう、で最近ではもうあの JR のとかメトロの中古を出して、うん、電車とかでももう日本製のものが出てるっていう、うん、本当にもう日本に抱っこにおんぶの、はい、なるほど、もう日本が大好きな、国民性っていうのもあるんで、はい、まあ、それもあっていろいろ親切にしてもらえたっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、まあ、あとはすごい分かりやすくて、動物のようにちょっとあのお菓子とかジュースをあげるとものすごいなびく、ヤクルト、いや、ヤクルト1本でもなんか味方になるみたいなところがあって、まあ、すごい分かりやすくて、分かりやすい、本当裏表がないというか、ある意味ありすぎるというか、本当に餌やったらついてくるみたいなやったらぐらいのイメージ、極端に言ってね、そのぐらいこうシンプルで素直な人たちなんで、まあなんていうかね、変なこうジクジクした感じがないわけですよ、なんか日本変なこう、そうそうそう、駆け引き想像の場合はあんまりないんだ ね派閥作ったりとかもないし、シンプルなんですね、なんか嫌なことがあっても裏でなんか愚痴を言い合うとか陰口叩くじゃなくて、ああもう嫌だっていうふうにこうなんかそこで嘆くみたいな、 あんたはダメだねみたいな、そうそうそう、もうなんか本当にそういう分かりやすくてこう憎めないというかね、そういうシンプルなところを見て、ああもう日本ももっとこういうのシンプルにやったらいいのになって、悔しかったらその場でね、ちょっと怒ったり、まあ、泣いたりじゃないですけど、もっとね普通に素直にやってこう、なんか、まあ、日本人はやっぱこう高度すぎて、うん、何でもこう溜め込みすぎたり考えすぎたり、うん、考えすぎちゃうね、そうなんですね、やっぱりあるある、まあそれはそれでまあ社会的にしょうがないこともあるんでしょうけど、うん、やっぱそういうシンプルさもやっぱ忘れたくないなっていうものをなんか目の前で見て、うん、あ、俺もちょっとこれ取り入れようっていう風に、やっぱそういう現場でなんかそう動いてると、やっぱ自分もなんか影響されるじゃないですか、現実にそれがあると目の前に、日本だとお目にかかれないからなかなかそういう風にやるとなんかあいつなんか二次元に現実逃避しやがってみたいになっちゃうけど、現実そこにあるから、まあその国だけの特有のねあれとはいえね、まあレベルは低い部分もあるかもしれないけど、そういうやっぱねこうシンプルイズベストの感覚をなんか思い出せて、なるほど、そういう人の凄さにすごい救われましたね、はい、
ゆきさんはそういうところで影響を受けたという形で、そうですね、なんか現れた、心が現れたっていういい思い出になってるってありますね。高陽がじゃあ印象的だった、印象的、印象的、感銘受けたとか感動したとか、なんか私は人との出会いがすごいあって、さっちゃんと出会ったのもシドニーだし、はい、なんか私が留学するときに思ってた出会いって、海外の人と出会って海外でのなんかコミュニケーションとか文化とかこういうものをなんか交流できたらなと思って海外行ったんだけど、でもなんか日本人との交流が多くて、ゆうきさんともそう海外で知り合って、でなんか最初は日本人と絶対絡まないと思って、せっかく海外行ったんだし、海外行ったんだし日本語絶対喋らないとか思ってたけど、向こう行ったら日本人ってやっぱりどこにでもいて、それ喋らざるを得なかったけど、でもそれがいい出会いであって、なんか日本の知らなかったこともあって、私は岐阜と名古屋しかもうずっといなかったから、あ、東京ってこんな風なんだ、沖縄ってこんな風なんだって知ることもできて、日本の良さを改めてなんか感じることもすごいあって、海外でね日本の良さを改めて思い知ると思うことって、そう、逆に海外の方が日本のいろんな人と知り合うチャンスが多いよね。あ、それ本当に、逆に本当そう、本当に思う。だってゆうきさんなんて、まあ、お年が35歳ぐらいですか。はい、そうです、35歳で一つ屋根の下で、ね、住む機会とかもないですし、屏風越しにね、県外の方とね、こういう、そうだよね、いろんなジャンルの方と、確かにありえない経験だよね、はい、こうやって仲良くなる機会、たった一つの海外というのが共通点なんですよ。そうそう、それだけでこうやってね、沖縄まで今日も来てくれてるんで、で私2回目なんですよ、沖縄来るの、さっちゃんに会いに、つなげてくれて嬉しいですね。そう、こうやってね、なんか広がるのがすごい、輪が広がって、しかも一生もんのなんかね関係になるっていう、確かに、そう、もう僕らももうはじもうね、日本で流行る前からテラスハウスやってたぜみたいな、あそこまで、そうだよ、本当に、しかも言えるかわかんないけど、そうそうそうなんですよね、多すぎじゃない？ジェチリって遅く多すぎたな、もうちょっと絞らなきゃいけない、いいね、もう俺が面接してるから全員来いみたいな、増えるかも全部。入る分にはいいぞ、そうそうそう、やべえやつなきゃいいよみたいな、お金さえ払ってくれるわね、低いなハードルが、もうオールオッケーですよ、オールオッケー、なんか本当に人との出会いが良かったっていうのと、あと世界遺産をすごい見ることができて、私あのアイルランドにも留学行ってて、半年間、アイルランド、そう、すごいね、アイルランドって知ってます？どこか、どこですか？この間ユーロでやってたよ、イギリスのあっち側、そう、遠いとこです、隣側ぐらいの、そうそうそう、あっちの方に、そう、半年行ってて、でその時にヨーロッパに旅行すごい行って、すごい安いんですよ、やっぱり5000円でイギリスまで飛行機で飛べたりとか、5000円、そうそうです、1万円以下で、そうです、まあ私が行った時はの物価の話なんですけど、でも5000円とか何千円でヨーロッパに旅行行けたりとか、国内旅行みたいな感じでヨーロッパ行けるので、で通貨もユーロで変わらないから外貨買えなくてもいいし、だからもう本当にそういうところでいろんな国行っていろんな文化やっぱり身に持って体験できたっていうのもあって、世界遺産もいっぱい見れて写真もいっぱい撮れて、なんか人に話せるじゃないですか、こうやってネタ持ってるから、はい、だから強みだよね、そう、なんかここ行ってきたんだみたいな感じで、確かにね、共通の話題が一個増えてる、なんかそれでまた広がる、人が広がってってっていう感じで、どうしてもね海外行くと海外の方と接触するのが当たり前で、それが本来じゃないのって思うんだけど、それ以外の学びだったり出会いだったりが結構大きく自分に影響するんだ、面白いね、本当に日本人どこにもいるっていうのにね、安心感にもなるよね、意外にいますよね、だから現地で知り合ってそのまま付き合って結婚したりとかっていうケースもまあちょいちょいやっぱあるし、そういう意味でも出会える場になってる、なるほどね、っていう形で、はい、お送りさせていただきました。はい、今あの告知で私たちあのね、テラスハウスが始まる前にシェアハウスを始めたっていう形で、はい、お送りさせていただきます。テラスハウスのテーマさんでした。曲を木更木さんお願いします。はい、それではお届けします。テラス人で We Are Never、まあちょっとね英語で言わない。じゃあ待ってください。あれ英語圏の英語いきますよ。はい。じゃあ高代が発音よく、はい、高代くんお願いします。ありがとうございます。ではお聞きください。We are never getting together。あ、違うわ。みんなどうした今日？We are never なんだっけ ？We are never ever getting back together。
マイクの前どうぞ。どうぞ、どうぞ、行きましょう。すぐ変えましたよ。あの、曲変えましたよ。そう。あ、変えたなと思って。素早い。あの、テラスハウスって言ってたんで。ネクセラギさん。導入を使ってた、導入を。気づかずしてる。やっぱ発音違いますね。よねー。もう、確かに高尾と私遊んでて思うのが、日本人と喋る時の高尾と、外国の方と喋る、英語使って喋る高尾違かったけど。あ、違うと思う、私堂々としてるキャスだから、なんか声ね、なんか負けたくないから、あっちの人ってすごい早口で自分の意見をうわーって言うから、うん、やっぱ負けちゃうから。日本人モードだと、そう、日本人モードだと人変わるもん、うん、だからもういつもこういう感じで、だから私はみたいな感じでいつも言う。形からやっぱり大事。あ、大事で、私は思うから、そういつもなんか気を張る。違う自分になりたければ出てみろみたいな締めにしましょうか、じゃあ。はい、いいです。広告ですね。あ、はい。それでさ、これ何分前に終わらせばいいんですか。58でした。56分で終わります、番組自体。じゃああと9分なんでしょう、ね、実は意外と早いんじゃないですか。9分です、あと。結構すぐ自分に喋れるもんね。喋れるよ、だってガールズトークのプロ、さすが一番じゃないですか今日。いやいやいや、分かりやすいですね、うん、話が。いやでもお前のスキルはさすがだね、ちゃんと要所要所でなんか時間みたいにね、テーマ変えたり、前に行ったりとかさ、みんなのおかげさ。いや楽しくないですか、ラジオ。楽しいね。いや、まあ私緊張だからもう緊張してる。また沖縄来たら行ってない。途中で切りましょうか、これ。はい、オッケーです。じゃあ CM、 次は生ってるやつが名古なまり炸裂の CM 聞いてください。うそ、聞きたい。あと本当に、それでは CM 行きます。来たなくて。これの次ですか。これ、はい、これの次でしたよ。これの、これの次の次です。あ、次の次、はい、覚えてます。あとじゃあ5分ぐらいしか喋れないですね。あと10分か。ああ、CM ですね。この次で、この次でがそうですね。これの次です。なんか伝えたいこと最後にあれば。はい。絶対行くべきしかない。一言しかない。いいね。シンプルで。はい、ここからです。普通じゃない、皆さん。音楽からいきます。もう上げますよね、音量。それではマイク上げます。はい、骨ラジオ残りあと少しという形で、早っ、早いし、楽しいしですね。聞きたいし、楽しいですね。だ、ここはこれで同窓会みたいにやってるだけだもんね。うちはね、あのオーストラリアで一緒にシェアハウスした仲間で同窓会って形なんですけども、今回ね、ラジオの機会でね、ぜこの2人本当にすごい方たち、あの面白い人たちだったんで、ぜひ出したいと思って。ありがとうございます。留学行ったらこうなるのかなってね。ビフォーアフター、ビフォーアフターってね、ビフォー見たかったね。見せられない、見せられない、見せられないですね。見せられない、放送事故で。なんですけど、高橋さん、なんかお伝えしたいことありますか。はい、ちょっと今回の海外のねテーマとは全く違うんですけれども、実はこの間、あのゲストに来ていただいたタルーさんと一緒にお仕事することになったので、タルーさんですね、はい、驚きのデッサントレーニングセミナーということで、うん、鉛筆画のトレーニングセミナーを一緒にちょっと作っていこうということになっております、はい、で今週じゃない、来週か、来週の土曜日23日に、沖縄県総合福祉センターというところで、セミナーを行いますので、もし、こう鉛筆が絵を描くことに興味を持っている人、またこれをライフワークにしたいなと思う人はぜひ、問い合わせいただきたいなと。セミナーに関しては、はい、沖縄県のセミナー紹介サイト、ならゆん、ひらがなでならゆんですねというサイトに、アップしてますので、ぜひそこからも申し込みできますから、内容確認の上、興味ある方はお声掛けください。
素晴らしい。こちら先着12名となっておりますので、ね、そうですね、もう何名かもう予約が入っているので早い者勝ちですね。素晴らしい。参加費はいくらぐらいですか？今回材料費込みで3000円ですね、うん、あ、材料費込みで込みですね。もう来ていただくだけで、あとはこちらで準備、材料なんかはしますので、そうですね、本当に驚きますよ、はい、自分受けて驚きましたからね。どんな感じなんですか？あの、自分絵は好きなんですけど、はい、上手に描く自信はなかったんですよ、うんうん、で描いてる時は夢中で描いてるんで、あ、これでいいのかなとか思ったんですけど、ちょっとパッて見た時に、お、これ俺が描いたのみたいな後から振り返ってみると素晴らしい作品になってるんですね。そうだからこのタイトルにしたんだけど、自分が驚いたから、うん、あ、俺ってこんなに絵が上手かったっけ。お、本当に本当に、ね、ああ、そうなんだ。全然違う。あの、ほら、ね、アップもしてるんだけど、鉛筆で描いて写真みたいな似顔絵とかじゃない、はいはいはい、近い、はい、あそこに近づける、すごいよあ、こんなんでよかったんだ、やり方みたいなのがあったので、さすがタルーさんだなと思いましたけどね。タルーさんまたあのガチガチで、トップダウンで教えるタイプじゃないので、あ、そんな感じがしますね、うんうん、楽しくとか。この間のラジオ聞いてもらったら分かると思うんだけどね、うん、割とフランクでやってくれるし、でもかつ的確に伝えてくれるので、うん、非常に分かりやすいです、うん、ぜひぜひ、うん、何事もまずはやってみないといけないってことですね、うん、そうですね、絵もね、海外行くのも一緒ですね、うん、というわけなんですけども、お二人さん最後になるわけなんですけども、お伝えしたいこと各一人、うん、コメントいただきたいです。はい、リスナーさんに向けてメッセージ高代さんから、はい、一言しかないです、うんうんうん、もう絶対言って、エコ入れます。エコリスナーさん皆様聞いてください。海外は絶対行ってハートマークついてましたよ。いいな、エコいいな、面白いな。お昼からなんかいいっすね明るいうちからね。ちょっと、うん、なんでやっぱりそう思ったんですか？あ、なんだろう、吸収するものが多くて、やっぱり跳ねる部分が大きいから自分で驚く。あ、これもまた、うん、これもまた、もう本当に、うん、だからそれを発見してほしいです、自分自身を。でそれでできることって多分増えると思うから、うん、それで自分の人生広げていってほしいな。でそれのきっかけを海外にしてほしくて、はい、で絶対行ってっていう意味です。感性も広がり、視野も広がり、できることが増えるから。そう、うん、なるほど、本当にいいね。ありがとうございます、はい、そしてゆうきさん。あ、もう大体言われちゃいましたけどね。分かってますよね、この流れ。そうですね、ある程度同じこと言って、ね、もう背中押したんですけど、ゆうきさん多分面白いこと言うと思う。ハードル上げた。ゆうきさん、リスナーさんに向けて一言お願いします。はい、日本もいいですけど、もうそろそろやっぱ世界を引っ張ることも考えてやったらいいんじゃないでしょうか。引っ張る、いいですね。世界引っ張る、見た後の工程を言ってましたね、引っ張る、持ち帰って。結局でもそういうことですよね、僕が言ったのもやっぱり世界でやっぱやりたかったからだし、もう日本だけだと、日本は日本ですごい完成された国だから限界あるし、やっぱリーダーとしてのね責任もそろそろやっぱあるんで、なるほど、やっぱこう、そうそう、世界に出てくるのはやっぱ日本がこう世界をこうちゃんと作っていくためにっていうね。確かに、うう、海外に出たらみんな日本代表ですから。お、うん、かっこいい、かっこいいな、名言出たな。高橋さん、なんで今うなずいた？でも本当になんかいろんな海外の人から聞かれるんですよ、日本ってどういう国、経済今どうなってる、人口って何人いるのとか、どういう歴史だったの、もう本当にいろんなこと聞かれて、知らないってなって、すごい衝撃で自分で勉強したっていうのもあるし、やっぱり日本のこと、世界の中で日本っていう立場っていうのも、そうだから代表なんだなっていうものはあります。本当に海外の人が出稼ぎとかでね、あの観光とかね、爆買いでやっぱ日本に向かうとか、趣味でこうヨーロッパ行くとかじゃないからね、日本が海外行くっていうのはやっぱもう別のやっぱ使命もあると思うし、そういう意識でいくと、一層やっぱね、世界をやっぱ一部を作るんだっていうね、世界を彩るぐらいのつもりでやると面白いと思いますよね。これは将来が楽しみですね、ゆうきさん。頑張ります。海外に出たらみんなが日本代表、素晴らしい名言でしたね。日本がつまらないからむしろ出るっていうのもありかな。どうなんだろうね。それもそれで全然ありですね。日本が面白くないとは思わないけど、ちょっと一回うまくいかなかったり、ちょっと積んじゃうと、なかなかこうリカバリできなかったり、なかなか面白くない展開があったりするんで、まあ、ずっとトラウマが続くというか。なるほど。だからまあ一回本当にいろんな意味でリセットの意味で、ちょっと自分のキャリアを変えてみるとか、普通では得られない能力をちょっと取りに行くみたいな、
ね、面白いですね。そういう感慨でちょっとジャンプアップしてみるってチャレンジとしてやっぱ海外見てもいいんじゃないかなと思いますよね、うん、確かに。今日聞いてくれてね、あのハードルというかそのあ行ってみようかなって思える人が一人でもね、はい、出てくるとまた沖縄も面白くなるし日本も面白くなるのかなって思いますけどね、はい、もう海外生活も半端ないですよ。半端ない最高に面白い力強いね今後ですねお二人さんがちょっとこれやってみたいなみたいな思いとかがあればぜひ やってみたいなとかありますか。もう今日みたいな バーベキューみたいな。バーベキュー沖縄のバーベキューでいいんですか。焼くよ俺上手だよ。あ、ま、小さい目標をね世界期待したのと全然違うのかって動揺してますザッちゃん。いや沖縄のバーベキュー、なるほど。今回ごめんなさい、それ目的で来たから。あ、なるほど、ありがとうございます。目的だよね。それこの後あのまた沖縄観光で、うん、はい、はい、じゃあさっちゃんに体調についていきますんで、はい、沖縄楽しいっしょ最高っすね本当になんか手のひらの海外みたいな感じで手のひらの海外、また名言が出たな沖縄がいい、ね、なんでいやもう全然だってもう雰囲気とかなんか人の感じとかさ、なんか茂ってる植物がもう完全にインドネシアとかフィリピンと一緒だもん。日本じゃねえし違う。そうそう、もう交通規制もむちゃくちゃだしみたいなね信号がねえしみたいなあるか。あるわ、何個今通過したかあったでしょ何個か。高尾はその沖縄なんかギャップありますか。沖縄のギャップ、あの、うん、おにぎりの話していいかな。あ、して、え、なんでおにぎりって何の話。いや、さっきローソン行った の、ここ来る前、うん、そしたらおにぎり温めますかって言われてえーじゃねえよ、温めないの。あんた温められてるでしょそうそう、名古屋人の衝撃の一言だったみたいな。普通じゃないんですか。普通じゃないです。なんかおにぎり温めますかって人生で初めて聞かれたしおにぎりはそのまま買って食べるもんだと思ってたのに、コンビニはね温めるのと思って、もう衝撃日本じゃないよね。ちょっと待ってください、リスナーの皆さん、あの海外の話してる以上にびっくりしてますちょっとどういうことなんですかこれ。国内の方がカルチャーショックっていうね沖縄カルチャーショックっていう形なんですけども、本日も楽しく骨ラジオ放送させていただきました。お、リスナーさんもいっぱい来てます。じゃあまた来週もあの聞いてくれるとありがたいです。以上、骨ラジオでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。